6月も第1月曜日は多治見市長と語る古川正則多治見市長にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いつものように広報多治見多治見スト6月号から記事をピックアップしてお話を伺っていきますが、先月も今月も引き続いて安心安全、そうですね、子育ち子育てという話題ですよね。特に多治見市の未来を担っていただける子どもたちがいい環境で育っていく、それも幼稚園保育園、小学校、そして中学校、この連続性を持って、子育ちをしっかり支援をしていく、そういうような形で、2回に分けて特に多治見市の特徴的な部分について、お話をさせていただきます。はい、6月号はまず多治っ子クラブという、そうですね、紹介があるんですが、これはいわゆる学童保育です。はい、学校が終わります。小学校がだいたいそうですね、3時半から4時ぐらいに終わる、その後ご両親が共働き、あるいは一人親の場合も共働きというようなことになると、家に帰るともなかなかこう落ち着かないというようなことで、はい、その間を学童保育でしっかりカバーをしていこう。で、この学童保育の名前を多治見市では多治見の子供、多治見の子供、多治っ子、多治っ子クラブというような呼び方をして、多治見市内に今13の小学校区があります。13小学校区がありますが、なんと15箇所に学童保育多治っ子クラブを設置をしています。はい、これはやっぱり近隣に比べて多いんですか？圧倒的に多いですね。あ、そうですか。圧倒的に多いのと、利用料金も圧倒的に少ない、安いということで、はい、特に国が言う前に多治見市の場合は働いて子育てをしていく環境というのはもういっぱい増えてきました、はい、それをしっかりカバーをしていこうというようなことで、学童保育の歴史っていうのはそうですね、30年ぐらい前にその親さんたちが独自で、立ち上げて自主運営をやっていましたが、15年ほど前から多治見市は積極的にこの学童保育の支援をしていこう、はい、多治見市のお金も使っていこう、人的支援もしていこう、こういうような形でどんどん強化をいたしました、はい、当初は1年生から3年生までが対象というようなことですが、ある意味余裕があれば4年生5年生6年生、高学年についてもこういった多治っ子クラブを利用していただく、こういうようなことについては、施設的にも広げてきましたし、そこで、働いていただく、指導員の皆さん、これもどんどん増強しております。はい、また福井博史先生、これは地元中学校の校長先生ですが、こうした学童保育のコーディネーターを行っていただく、ただただそこに来て親さんが帰ってくるのを待つだけではなくて、学習の支援、あるいはいろんな集団としてのルールを、教える、また地域との関わりをしっかり強化をしていく、こういうようなことを行っています。これまではある意味学校の外でやっていましたけれど、これを学校の中でできないのか、大変長く校長先生と議論をさせていただいて、2年ほど前から学校の中で行う、いわゆる特別教室、それから図書館、保健室なんかも共用していくというようなことで、国の方針は学校は文部科学省、学童保育は厚生労働省、いわゆる縦割りでございますが、多治見市の場合は、学校の中でやろう、そして、午後4時まではその学校の校長先生の、しっかり見ているところだけれど、それ以降は違うよ、こういうようなことはなしにして、連続して教育委員会が学童保育の運営、あるいはいろんな整備、こういうようなことを行っているっていうのが多治見市の大きな特徴です。はい、この候補にも利用してらっしゃるお母さんの声として、別の場所に動かなくて、校内でちょっと移動するだけで、そうですね、すごく安心感があるっておっしゃってますよね。今までは、そこから歩いて5分10分のところに空き家を借りる、こういうようなところでやってましたけれど、一つの学校の中で、
交通安全上も非常に便利ですし、はい、まあ、大きな事故、あるいは、この前あった痛ましいような誘拐、こういうようなところからの、まあ、危険性を回避することができるっていうことと、十分気分を転換をしながら、学校の中で、引き続き学童保育を行っていく、これが本当に多治見市の、まあ、近隣にない大きな特徴でございます、はい、まさに女性が活躍できる社会っていうのを率先してシステムを作ってきたって感じですね。あの、これは多分こうであろうと思って市役所が動くのではなくて、特にお母さんの声、お父さんの声、どういう方法がいいのか、このミスマッチがないような形でしっかりと、まあ、一歩一歩進んできたっていうのが、多治見市の多治っ子クラブの歴史でございます。はい、まずは多治っ子クラブについてお話を伺いましたが、こちらはあの契約をして、そうですね、あの通うということなんですが、はい、一方児童館、児童センターの話題も次のページに載っています、はい、ここはどなたでもご利用できる場所なんですね。そうですね、あの開館していれば予約も何にもいりません、ちっちゃな図書もあります、児童館っていうのは、まあ、ある意味コンパクトな施設ですが、児童センターというようなことになると、板の間の、まあ、ミニ体育館、はい、こういうようなものもこう備えているというようなことで、例えば一輪車をこう練習してみる、トランポリンをやってみるというようなことで、自分が行きたい時に、友達と一緒に行けるというようなことですので、この二つを持ち合わせている。なおかつ多治見市は、13小学校の中に、13の児童館、児童センター、すべての小学校区にある。これも多治見市の歴史の、大きな自慢でございます。はい、もう他の自治体にはこれだけの児童館、児童センターは持っていません。もう一つはここのところに行くと、いろんな多世代の交流ができます。はい、赤ちゃん、交流ができます。で、今最も注目されているのは、根本交流センター、根本交流センターは根本の駅のすぐ近くにあります。根本児童館、地区事務所、公民館、この3つの機能を兼ね備えておりますので、赤ちゃんからお母さんから、そしておじいちゃんおばあちゃんから、いっぱいいるところで児童センターの中で小学生、中学生がのびのび育っていく、このいつでも行けるっていう、まあ、利便性と、そこに行けばいろんなお友達がいる、この私たち多治見市は児童館児童センターと前段でお話をしました、学童保育多治っ子クラブ、この2本立てで学校の放課後をしっかりカバーをしていく、こういうような体制を持っています。はい、全ての子どもたちがね、あの一人ぼっちになることなく、そうそう、どこかに居場所がある状態を作って、そしてみんなの目で見ていられるというのは本当にありがたいことですよ ね、 そうですね。であとはもう全部大人がこうカバーサポートをするのではなくて、中学生ぐらいになったら小学生の面倒を見てもらう、はい、こういうようなこう循環ですよね、私がお兄ちゃんお姉ちゃんになったら、ちっちゃい子供面倒見てあげるわというようないい循環が生まれるような形で、児童館児童センターは運営をしております。はい、前半は安心して子育て子育ち、特集の中から、多治っ子クラブ、そして児童館児童センターの話題を伺いました。ではここで一曲お聴きください。